取り手、高速のパーキングの中にあるやつ、これから食べていきたいから、これですね、これいきます。2軒目着きました。イエーイ。瀬戸バレ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 に。レッツうどん。バレ。混んでるからさ。全部繋がっとるんかっていうぐらい。すごいすごい。ふっかけ。ふっかけ。見てこれ。この切れない。いただきます。はい。うん。唇の感覚は。表面すごい柔らかいんだけど、うん、噛んだらコシ、うん、だからあれ柔らかいなと思ったら違った。ちゃんとね、うん、コシがあって、そしてこの出汁がうまい。出汁が優しい。出汁優しい。出汁効いてる。めちゃくちゃうまい。や、香川に来たって感じ。最高。今栄えだろ。かけうどん。かけうどん。さぬきうどんのようにふっかけして食べよう。いただきます。ザルうどん。うん。コシがやばい。今まで食べた中で一番コシがある。Thank you.
あーここ開いてない。本日の営業は終了しました。やっぱテレビ出てすごい人気、その前から人気だったか。あそこにもある麺屋製麺所か、うどんストリートやな。すごいね、ここ通りますよ。うどん屋さんで、あの線路に面してるうどん屋さんに来ました。来る。みんなしてね。非常誘導。非常誘導。非常誘導。じゃあ非常誘導にしようかな。何にしようかな。ここ白くない。すごい。なんかすごい。何がビデオグアトロン。わかんない。何それ。何の鉛ですか。沖縄の鉛。沖縄なんだ。ビデオグアとシシングア。この気上湯グアで。気上湯グアで。かけてから食べようね。かけてから食べてください。おとととと。そこから出るんだ。こうやってやってるんだ。先なろうね。はい、先なろうね。先に食べようね。はい、先なろうね。ちょっと足して。見て。結構かけました。手作りって聞いたから、ほら見て。太いのもあるし、はい、細いのもある。これがいいのよ。機械じゃできんよ。できませんね。手作りがいいよ、一番。いただきます。はーい、うん、うまい。うまい。美味しそうですね。餅。餅。すげえ。美味しそう。うん、餅ってことだ。美味しそうだ。あ、もっとかけてもいいかも、これ結構かけた方がいいですよね。ですよね。ちょっとかけた方がいいと。じゃあ食べていきましょう。待ってよ。かけたいバージョン。うまい。これそんなしょっぱくない。あ、でも他のところでもそうでしたね。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。美味しかったです。うまかったです。鶴丸5杯目いきます。はい、5杯目いきますか。鶴丸いきましょう。メロケ5杯目。5杯目多分カレーも結構基本カレーが。いや俺はあのいただきます。そう、このからしのねカレー、甘だれ美味しい。エッジが麺にエッジも押し立たない。うまいわ。エッジ系とかなんか麺になる。あとビデオ屋の調理師。うまっ。うどん屋やるか。あれお前やるか。